1年前にね、ちょうど今の時期にフォースフェスに参加させてもらって、でね、豚をね歌わせてもらったんだけども、でその後にね、もう本当に長いことね、7ヶ月ぐらいにもうお休みをしてしまって、本当にいろんな人にね迷惑かけちゃったとも思うから、だからそのビフスフェスはやっぱ様子を見てやめようかなとも思ってて、で体調も回復するのが間に合うかもわからなかったし、どうしようって思ってたんだけど、でもちょっとどうしても参加させてもらいたいということで、そしたらね、あのホロライブの運営さんがソロで歌うねステージをね設けてくれて、まあ、だけど、まあ、ギリギリまでね本当に体調が急に悪くなることだってあるし、わからないから、まあ、念のためシークレットゲストという感じでやろうということになり、で無事ね昨日をね迎えることができました。もう本当にありがとうございます。とでお知らせをねしたいと思いますね。あ、全然悲しいお知らせじゃないんだけど、まあ結構ね長いこと7ヶ月ぐらいねもうずっとね活動してなくて、そっからね11月に復帰して約半年ぐらい、いや、みんなといなかった時間をね埋めれたかなと私はね思っているんだけども、まあでもやっぱりずっと走り続けてるとね、やっぱいろんなことを考え直したりとか、まあ体調面とかもまあ心配だなというわけで、まあ今回はまあ体調のためっていうよりはまあもうちょっとね休もうということで気分転換をしようというね感じの、まあハッピーな感じですね。というわけでお知らせは、まあ、3月末あたりまでねちょっと休暇ももらいたいと思います。はい、旅に出てきますまあ一人では旅に出ないんで安心してください。お姉ちゃんと一緒に行ってきます。姉ちゃまとねゆっくりね休みつつね、まあちょっとね、姉ちゃまにもね、いろんなお悩み相談とかも聞いてもらったりとかして、で、いろいろスッキリしたりとかして、でね、今後ね、どうやって活動していくかなとかも考えて、まあまだやりたいこともあるし、新しくやりたいこともあるけど、でもなんか復帰してからやれなくなっちゃったこともあるから、なんかそれはどうしようかみたいなのもちょっと考えてね、いきたいなと思っています。まあそれが悩みかな。そう、やりたいことが多すぎてまとまらないっていうのが悩みかもしれない。半月ぐらいね、まあ、みんなもちょっと気長に待ってください。まあ必ず帰ってくるので、はい、そして帰ってくる期間はもう決まっているんで安心してください。まあまた改めてね X でまあツイートもするんだけども、帰ってくる時にはたくさんびっくりするようなサプライズを持ってこれるように楽しんできまーす、旅いい写真撮ってくるね。じゃあね、みんな、バイ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 。よっしゃせー、こちらのレジどうぞ。27番くださいペンカーン。